裁判所2013年の問題です。ある地域の地点 A から E の位置関係について次の A から E のことが分かっているとき、確実に得るのはどれか。A、 C は A の北東、 C が A の北東45度方向で、 E、 B は C から4キロ西、 B は C から4キロ西で、 U、 D は B からも C からも4キロ離れているとなれば、これ BC が4キロですけれども、正三角形の頂点 D、 正三角形の頂点 D ということで、 D は2箇所考えられる。 D1、D2 と2つ書いておきたいと思います。 A、 E は AC を結ぶ線を一体に内部する点であり、 B の南にあるとなれば、 B から真南に E であり、これ一体にということになるわけなんですが、これ45度、錯覚よりここも45度でありますので、45度で90度、ここにですね、直角二等辺三角形が見えますので、これが4キロで、斜辺4ルート2キロということになります。斜辺4ルート2だけども1対2ですから、こっち2ルート2なんですね。2ルート2キロ、こういう状況だと把握した上での選択肢チェックになります。1番 A から最も遠い点は D かもしれないから×です。2番 A から E までの距離は2ルート2キロなので×です。3番E から最も遠い点は D かもしれないが D じゃないかもしれませんね。 D1 なら D だけども D2 だったら最も遠い点 D じゃありませんから、3番×で、4番 D はこの5地点の中で最も北かもしれないがそうじゃないかもしれないので4番×で、消去法で5番正解になりますけれども、 BED を頂点とする三角形の面積は4平方キロメートルである。BED なんですが、 D1、D2、 2つありますから BED1 と BED2 と2つ考えられるということになりますけれども、結局ですね、ここパッ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 とこう割りまして、4キロの半分2キロ、これが高さになります。 BE 底辺で2キロが高さですから 4×2×2分の1 で面積4でいいんですね。4平方キロメートル合ってますので5番正解でした。